ジャイロコプターにまで襲いかかってくるんだね、鳥ね。すごいね。あ、来た来た来た。プロペラにやられてしまえ。やべ、ちょ、何すんだ、何すんだ、お前。落ちるじゃないか。こら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 。こらこらこら。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで。早いもんね、もう20日ですけどね。20日目になりましたけど、今日はですね、ちょっとね、このスキルポイント貯めてたんですけど、これが溜まったので、この辺をね、ついにマックスまで上げていきたいと思います。これね。そしてグリースモンキー。これでジャイロコプターが作れると。ジャイロコプターね。そしてさらにこれでルツボも作れると。いうことで、これ楽しみでしょう。ねえ。今までね、これが作りたくて、ルツボのね、スキマティックなかなか手に入らなくて、もう諦めてたんですね。もうスキル上げるしかないなと思って。はい。ということで、今日はルツボとジャイロコプターを作っていくという動画になっております。はい。やっていきましょう。フォージアイアン100、オイル、粘土って感じね。OK。いきましょう。こんな感じですかね。ああ、来たね。来たよ。いたよ。来たよ。来たよ。4分もかかるのか。これね、ちなみに、羽橋作ったんですけど、フェラルフォードで使おうと思ってね。使わなかったです、結局。作ったくせに使わなかった。マジか。はい。ということで、まあ、これはこれで作っといて、あと、ジャイロコプターですね。ジャイロコプターをぜひ作りたい。ジャイロと。何も作れないんで、付属品から行きましょうか。シャーシが作れないかもしれないけどね。電気部品、ヘッドライト、鉄パイプ、バネ。OK。電気部品、鉄パイプ、バネ。で、ヘッドライトだいぶ売っ払っちゃったんで、あんまないんだよね。あんまりない。売ってしまったんだよね、これね。で、シャーシはね、これが多分、スチールが125もないんじゃないかな。あ、ないね。やっぱ106しかないわ。スチールがないか。まあ、ルツボで作るしかないね。ダクトテープはあるでしょう。ダクトテープあるね。革ももう、革大量にあるんで。革ね。革は大量にあるんで。スチールだけか。あ、そうですね。スチールだけだね。どっかから拾ってきてもいいけどね。まあでも拾ってくる間に2分でできるんで。まあちょっと待ちましょうか。うん。待ちましょう。さあ、そろそろできましたかね。あ、できてるね。ルツボできてますね。よし、これ作ろう。作ろうじゃない。使おう。ルツボ設置。じゃーん。で、これで、ちょっと待ってね。お、来た。これ。何個足りないんだっけ。何個足りないんだか。まあ、20個ぐらいあれば足りるでしょ。ね、125だったよね。うん。まあ、ついでにこの辺燃やしちゃうか。燃やしとこうか。125だったような気がする。違ったっけ。違いましたっけ。すでに125だね。だから10、20あれば足りるね。OKOKOK。1個余る。20あれば1個余る。よしよし。1個ぐらい余っててもいいでしょ。まあ本当はね、4x4 トラックとかね、作ろうと思うと、またこれが100ぐらいいるんで、100ぐらい作っとくか。100ぐらい作っときますか。作れるからね、別にね。うん。めっちゃ時間かかるんで、これ作るのに。作るのにめちゃくちゃ時間かかるんでね。まあ回しといた方がいいよね。別にね、貞子が来るかもしれないけど。そう、貞子対策で、新しい拠点をね、また作らなきゃいけないですよね。ここにいるとね、ここ叩かれちゃうんでね。ここだとね。まあ別にいいっちゃいいんですけどね、叩かれてもね。すぐまあ倒しに行けるんで、全然いいと言えばいいんですけどね。これ一応こっから中に入れるんですけどね。これね。中に入れるんですけど、一応塞いであるんですけどね、全部。こんな感じで。カウンターとか全部壊してね。ここの壁は二重にしてあります。で、こっちも二重にしてありますね。で、こっちは二重にしてないんで、こっちも二重にしなきゃいけないんですけどね。
まあそうするとそれだけ厚みがあったら多分叩こうとするやつも数減るんじゃないかなと。それでも叩くやつは叩くんですけどね、まあまあ叩くやつのゾンビの数は減るんじゃないかなと、勝手に思っております。勝手に思ってるだけで、なんかデータに基づいたわけじゃないんですけどね。ということで、ジャイロコプターできたらどっから離陸するかな。まあこの拠点はさっき言ったように、もう作り、ここを放棄して、実はこの前にね、あの三角形のところに新しいのを作りたくて、基礎工事をしようと思って、あの一段掘ってるんですよね。ただね、なかなか割とね、そんな広くないだろうと思ったら結構広くて、一段掘るの大変なんだよね、意外とね。意外と大変で、まだ半分ぐらいしか行ってないですけどね。まあ、ここ一段掘り進んで、その一段、こうブロック引いて、平らにして、で、まあ、その上に拠点建てようかなと、いうふうに考えております。まあ、三角形なんでね、使いにくいっちゃ使いにくいんだけどね。ねえ、ここね、三角形だからね、微妙なんですけどね。まあ、その辺、まあ、うまくできるかどうか、センスの問題だよね、多分ね。センスのないお前が作れんのかって言われそうですけどね。まあまあ、なんとかなるでしょ。これで130になったんで、作れますね。お、アクセサリーできた。じゃあ、シャーシ作っていきましょうか。ああ、いけるね、いけるね。よし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 。ジャイロコプターできたら、あとこれエンジンいるんだっけ？エンジン、バッテリー、バッテリーあるかな？あ、タイヤがいるんだっけ？ちゃんと作れるかな？ハンドルって、まあ、タイヤね。三輪車だから三輪いるんだね。エンジンとバッテリーとタイヤ。タイヤは、タイヤ7個あるね。ラッキー。これ3でしょ？あ、全部あるね。全部ありますね。まあ、バッテリーは品質1でいいでしょ。品質1のバッテリーで十分でしょ。あんま変わらないんでね。あ、いいですね。あとシャーシがあればできるって感じだね。あと3分ぐらいです。はい。で、こっちはこっちで、まあ、これ作っといて、4x4 トラックも作れると思うんだけどね。多分ね。トラック。これね。これも作れるはず。これも作っとくか。何が足りないの？あ、ヘッドライトが足りない。そうだ、ヘッドライト売っちゃったからね。これ250もいいの、これ。250もいいのか。100個じゃ足んないじゃん、これ。あと150ぐらい作るか、じゃあ。これあと150ぐらい作っとくか。あ、作れない、もう。鉄がない。っていうことは、車ばらしに行かなきゃいけないって話ですね。ヘッドライトが必要なんでね。まあまあ、4x4 トラックはまあいい。あれ飾りだからね。ほぼほぼ飾りなんでね。使うことあんまないんで。ということで、これができたら、ジャイロコプター作って、ジャイロコプターあったらね、だいぶ行動範囲広がるんで、これでマップの全貌が明らかになるんじゃないかと思いますね。これが完成したら。はい、そろそろできましたかね。ああ、できてる、できてる。よし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 。これでジャイロコプターが組み立てられると。OK、3分ね、待ちましょう。そしてですね、あ、来た。来た。付属品、ヘッドライト拾ってきたんで。これで 4x4 トラックもできると。シャーシが250もいるんで、これはもうこっち次第ですね。じゃあ当分かかるな。当分かかるね。これはもうそもそも鉄が足りないんで。あ、鉄でもこっちにあったな。ここにあるな。ここにあるわ、いっぱい。全部焼いちゃうか。よしよし、これ全部焼いちゃおう。よいしょ。これで足りるかもしんないね。こんだけ焼いちゃえばね。そしてあとは、ジャイロコプター待つばかりと、いう感じですね。ガソリンはね、まあいっぱいあるんで、まだね。前回モロトフ作らなかったんで、ガソリンはいっぱいあります。で、まあ、この辺から離陸しましょうかね。で、マップ
プのね行ってないところをまあジャイロコプターでバヒュンと飛んでですね行きたいですね。この辺まあこの辺は山なんで多分何もないと思うんですけど、この辺をちょっとずっと旋回しながらこっちの街を確認して、この辺ここの街が割と広いよね。ここがトレーダーのあった街ですよね。これね、これかな、トレーダーこれかな、違うかがどれかわかんないけど、こんなんじゃない、あでもこれっぽいな、違うか、違うな、どれだろうどれだかわかんない、これかな、あこれだね、これトレーダーだね、多分ね、これトレーダーですね、この形はね。でここに教会があってみたいな感じですね。うん、でもう一軒のトレーダーがなんかこっちの方だったと思うんですけどね、もう一軒のトレーダー、あもう一軒のトレーダーこれか、これですね、まあもう一軒のトレーダーね。うん、ここはまだ解放されてないのに見つけちゃったってやつだね解放されてないのに見つけちゃった。だからここに1軒2軒3軒、あここか、1軒2軒3軒あって、こっちにもあるんで、これですね、これ多分トレーダーですね。うん、4軒ということはこの辺にもあってもいい、良さそうなもんだけどね場所的にね、場所的にね。うん、なんかおっしゃった、うん、まあまあその辺もね、ジャイロコプターできたら空から見たらわかるんでね、うん、楽しみですね、楽しみだ。よし、もうできたでしょ、あできたできたできた、よし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 。でちょっとガソリンだけいっぱい持っていこう、ガソリンいっぱい持っていきましょうか、飛んでいきましょうか。まあ、どっかのね、グライダーと違ってね、ジャイロコプターは垂直に飛べるんで、垂直じゃないな、垂直ではないな。助走は必要ですね。よし、飛んでいこうじゃないか。助走は必要なんだよね、これね。まっすぐ上に飛べればいいんだけどね。そういうわけにいかないのがジャイロコプターなんだよね、これ。どうやって飛ぶんだっけ？こうだっけ？こうだったかな？あ、オッケー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 。離陸よーしよしよしよし。操作方法はね、いまいち忘れちゃったけど、あんまでも大丈夫か。大丈夫ですね。うん。じゃあちょっと、あ、SOS って書いてある、この家。じゃあちょっと向こうの町まで行ってみましょうかね。はい、トレーダーの方まで来ましたね。ここ2番目のトレーダーですね。で、まあ、こっちにショットガンメサイヤがあって、まあ、それだけですね、ここの街はね。あとはまあまあ家とかね、いろいろありますけど、大きい建物はないですね。ここに工場があるけど、ジャンク屋さんか。ジャンクショップ、ジャンクショップじゃないな。まあ、スクラップ屋さんがあるぐらいですかね、大きい建物といえばね。あとはまあ民家ですね。民家。あ、鳥攻めてくるんだ。やるね。プロペラにやられとるやん、お前。鳥攻めてくるんだね。で、あ、こっちは海か。っていうことはもうこれマップの端と考えていいのかな。失速しとるやないか。じゃあこっち行ってみますか。ショットガンメサイヤ、こっちの方にも街があったはず、確か。あ、これ何この下、この下。この下何これ。あ、ポップンピルズか。ポップンピルズの薬屋さんですかね。あ、そうだね。薬屋さん行きたいね、ちょっとね。まあ、薬別に欲しいわけじゃないけど。ちょっと行ってみたいですね。じゃあ、隣町見ていきましょうか。まあ、こっちはもう海なんで、こ
これ以上はないと考えていいかな。まあ、左の方にもポツポツ家はありますけど、まあ大したこと普通の家ですね、多分ね。で、こっちも、まあ高いビルはないか、大きな建物はないですかね、こっち側はね。なさそうですね。モーテルが一軒あるぐらいか。モーテルが一軒ある。そんな程度ですかね。そんな程度ですね、なんかね。あんまり大きな施設はないですね。ここに一個複合施設が、複合施設が左下に一軒ありますけどね。これもな、お店ですね。ランバーミルか、これ。ランバーミルですね、これ多分ね。はい、ということで、砂漠バイオームは以上？これは、ウォーターワークスですね。水道局。水道局がある。この先は何があるのかな？この先は何もないのかな？なんか街の先には何もないですね。荒野だね。荒野。何もない荒野が広がってるだけですね。その先にもあそこが多分、そこがね、多分マップの端なんで、どうやら何もなさそうですね。街はないね、見た感じね。街はないねって言いましたけど、ありましたね。街あるわ、こんなとこに。ほら、左側に。いや、右側か、右側に。街ありましたね、もう一軒ね。こっちはもうマップの端なんで、こっち側はね、こっち側はもう何もないと思いますけど、こっちに街ありましたね。地味にね、地味に街ありましたわ。ただこれまだ先があるよね。もうすぐそこが終わりかと思ったらそうでもなさそう。まだまだ下があるっぽいね。下というか、先があるっぽいね。で、ここの町は、まあ見た感じ、ここも、大したもんないかな。まあ大きな建物もないですね、見たところね。半分森バイオームなんだね、これね。あ、待って、その先雪？これ。雪かな？まあまあ、大したもんはないかな。ああ、でも、シャムウェイフーズの工場はあるね。シャムウェイフーズの工場がありますね。これそうですね。この右手に見えるね、あの塔のあるやつね。シャムウェイフーズの工場が一軒あるだけかな。まあ、大きい建物といえば、それぐらいですかね。こっから先、雪ですね。雪バイオームですね。ちょっとこれ、一旦街に降りるか。ガソリンが心配になってきた。一旦街に降りましょうか。給油しないと。シャムウェイフーズの工場があって、で、これクランキーオイルかな？この工場はね。違うかな？まあちょっと一旦ここに降りて給油しましょうかね。ガソリンがね。ちょっとガソリンがね。よいしょ。ああ、クランキーオイルですね。やっぱね。ちょっと給油しよう。大丈夫かな？よし。飛び立つの大変なんだけどね、これね。ゴー。シャムウェイフーズの小さい方の工場。小さめの工場もありますね。ちょっとこっちの雪の方まで行ってみましょうか。砂漠からいきなり雪になるって、激しいよね。気候の変化がね。ついていけないでしょ、これ。
砂漠で暑いって言いながらこっち行ったら急に寒いみたいなね。鳥来た、ひょっとして。ジャイロコプターにまで襲いかかってくるんだね、鳥ね。すごいね。あ、来た来た来た。プロペラにやられてしまえ。やべ、ちょ、何すんだ、何すんだ、お前。落ちるじゃないか。こら。墜落するだろ、お前。何するんだ。あ、で、雪の先は別に何もないかな。雪の先には何もなさそうですね。うわぁ、白いね。白い白銀の世界になってしまった。体が冷えています。さっきまで暑いって言ってたのに急に体冷えてきた。激しいね、気候の変化がね。凍ってきたわ、もういきなり。あ、でもあそこに町が、こっちに町あるね。そこにね、そこに町ありますね。はい、あったかいとこ来ました。で、これはショットガンメサイヤか。うん、これショットガンメサイヤですかね。あ、違うか、シャムウェイフーズか。これね、これシャムウェイフーズの工場ですかね、これもね。あ、そうですね。シャムウェイフーズの工場あって、まあ、それぐらいか。それぐらいですか。うん、下に見えるのはウォーターワークスですね。ウォーターワークスがあって、まあまあ、でもそれぐらいか。こっち海なんで、もう終わりでしょうね。マップの端でしょうね。うん、そんな感じか。ここもでもまあ町としてはまあまあ広いですね。公園とかあるしね。うん、オーストリッチホテルがあります。オーストリッチホテルね。うん、雪バイオームちょこっとしかないね、こっちの方はね。もうすぐ海だもんね。そこになんかあるけどね、建物がね。なんかマークがあるんだけど。何のマークだ？ああ、トレーダー？あ、トレーダーだ、これ。こんなところにもトレーダーありますね。おー、ちょっと降りてみましょうか。はい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 、はい、降りるの大変なんだよこれね。降りるの大変なんですよ、意外と。ノーダメで降りるの大変なんだよこれ。あー、トレーダーですね。着地上手でしょ。自画自賛。おー、トレーダーだ。はい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 、こんにちは、ジェーン。ジェーン。ジェーン、衣装変わったね、なんかね。ジェーン、だいぶ衣装変わりましたね。だいぶセクシーになったね、お前。だいぶセクシーになりましたね。ジェーンのとこは何売ってんの？あー、もう売ってんのは、あ、もうロボットスリッチとか売ってるけど。売ってるもんはあんま変わんないね、なんかね。ああ、大したことないね。おお、なるほどね。はい、じゃ、裏の金庫は漁れないのね。なるほどね。自販機はちゃんと動いてる。なるほど。まあまあ、そのうちまたここもトレーダー・ジェーンのところは、ウィンタープロジェクトやってる時住んでましたね。住んでないか。あ、住んでたか。一瞬だけ住んでたかな。うん。ウィンタープロジェクトの時ね、トレーダー・ジェーンの家に、このトレーダーに住んでましたね。一瞬だけね。ちょ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 、バック。これね、タイヤがでかいからね、これぶつかるんだよね、タイヤでかいからね。車幅が大きいんだよね、これ。そしてね、いまいち小回り効かないっていう、デメリットもあるんだけど。おお、ここにトレーダーがあると。収穫ですね。こんなとこまで来ないけどね。うん。あ、バスケットゴール、バスケットコートがまたあるね、ここにね。
はい、ということでトレーダー・ジェーンのところは後にして、こっちの方をずっと見ていきましょうかね。ああ、焼け森だけど半分半分、あ、見えない見えない、もう焼け森見えないんだよね。半分森ですね。半分森、何も見えないじゃんこれ。見えなさすぎるやろお前それ見えなさすぎやろ、ちょっと何も見えないじゃん。ここ飛ぶの危険ですね。何も見えないね、本当にね。これちょっと見えなさすぎじゃないか早く抜けよう。まあ、ちょっと行ったら森バイオームだったんで抜けるでしょう、しばらく行ったら。これはさすがに見えなさすぎるな何も見えないじゃんこれ。これはちょっとな。 あ、見えてきた見えてきた。あ、オッケーオッケー、抜けた抜けた。見えなさすぎるな、焼け森。ちょっと危険だね。焼け森飛ぶの危険だね。あ、でも焼け森の中に町があるわ。町ありますね。あ、工場あるね。シャムウェイフーズの工場と、奥がショットガンメサイヤですかね。工場は見えますね。ギリギリ飛んでいくか。あ、でもまあそれぐらいかな。焼け森に住むのはちょっとだいぶ危険だからね。レイブンハウスと最初の頃住んでましたけどね。まあ、あれ生まれたのが焼け森に生まれちゃったんで、もうしょうがなかったですけど。お、なんか知らない建物がある。こんなのあったっけこんな建物あったっけ、この丸いビルみたいなの。これ何、こんなのあったっけ、バニラに。あ、マンションか。マンションですかね。え、こんな建物あったっけ、バニラに。ありましたっけ。コンポモットとかにはあったような気がするけど、あ、でもあ、いや、あったか。あんまり記憶にないな。ありましたっけ。降りてってみよう。え、あ、あったか。あったっちゃあったかもしれないね。あったかな。あんまり記憶にないな。あんまり記憶にないですね。ちょっとリニューアルしたかな。あったような、なかったような。うん、あんまりあんまり覚えがないな。裏から見たらわかるかな。いや、わかんないな。あったっけこんな建物こんな建物バニラにあったっけ。バニラっぽくないよね、なんかね。バニラっぽくない建物ですね。うん、まあいいや。ここは割と広いかもね、この建物、この町はね。そして、そこに旗立ってるけど。あそこに旗立ってるけど、まさかとは思うけど。トレーダーじゃん。やっぱりトレーダーだ。トレーダーね、あれなんですよね。こうマップにマークが出るみたいですね。これトレーダーのマークですね、多分ね。ということは、あれトレーダーだ。こんなとこにもトレーダーがある。焼け森の真っ只中に。これトレーダーってことか。ちょっと給油しとこう。あれ？給油したい。あ、これトレーダーなんですね。ボロボロじゃん。ジョエルさんじゃん、これ。ジョエルさん、すさんでるけどね、ジョエルさんね。うん。あ、ジョエルさんいたわ。ジョエルさんいたわ。うん。弟ですかね。双子の弟とか。あ、ろくなもん売ってないな。相変わらずお前のところろくなもんないな。うん。本だけ見せてくれ。あ、なんか、ブリーチング弾。へー。そんな弾薬があるんだ。ブリーチング弾。へえ。ありがとな。ありがとな、ジョエル君。この辺はちょっと飛ぶの危険なんで、さっさと抜けたいですね。こっち行こうか。こっちに戻っていきたいとこだね。こっちから飛び立ちたいね。誰か騒いでるけど誰か騒いでますけど。
あ、ここにも教会あるんですね。はいはいはい。こんなところに住んでんの？お前、トレジョエル君。こんなとこ住んでんの？さぞかし辛かろうて。辛かろう。こんなとこに住んでたら。何かとね。はーい、帰ってきましたね。帰ってきましたよ。お家の方に帰ってまいりました。ここでもいい街でしたね。ショットガンメサイアとマンションがあるからね。ここはまあまあいい感じの街でしたね。最初のレベル、最初の頃にやるにはね。そこにお店もあるしね。どこに着地しようかな。どこに着陸するか悩むね。この、ここの脇に行くか。この脇に降りるか。テュンテュンテュン。よいしょ。はい、ただいま。ちょ、ガソリン入れとこう。で、回収と。回収できんのがいいね。はい、ということで、帰ってまいりました。もうすっかり夕方になっちゃいましたけど。すっかり夕方になっちゃいましたけどね。できてる？ 167。もっとできるでしょ。お前ならもっとできるはずだ。はい、ということで、マップ的には、どんな感じ？こっから出て、ここの街見て、で、ここの街を舐めて、ずーっと下に行っては、なんもねえなーって言って、ここに街がちらっとあって、雪通って、この街ですね。こう行って、こう行って、ここを通って、で、帰ってきたっていう感じですね。そんな感じですね。この間には多分何もないね。ただの、この辺はもうなんせ何もないですね。この辺は荒野ですね。まあワンチャンここら辺にこの、あるかもしんないけどね。まあまたその辺、うろうろ飛んでみましょうかね。まあ今度からは、少々遠くてもジャイロコプターで飛んでいけば早いんでね。クエストね。はい、ということで。まあじゃあまた次回、明日から。明日でもフェラルフォードか。明日フェラルフォードですね。なんかやろうかな、じゃあ。なんか拠点作りましょうかね。はい。まあまたその辺考えておきます。はい、ということで。じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大神さんでございました。またね。